夏に行われたエイト合宿、クーニンズの西下が運営するエイトベースボールアカデミーの少年野球の合宿で期間限定のクーニンズジュニアを結成しました。その合宿でエイトメンバーに逸材を発見しました。その少年がこちら。小学校高学年が多い中、最年少の小学1年生で参加した小吉くん。そんな彼はあるコンテストで日本一になった少年。今の球速教えてください。74。実はこの小吉くん、小学1年生のピッチング&スイングコンテストで日本一になった少年なんです。最高球速は74キロではなく76キロ。本人が行きたいと志願したこの合宿、小学校高学年生相手に小学1年生の小吉くんが登板します。その彼のフォームは、小学1年生と思えないほどの完成度でした。果たして実際の試合ではどんなピッチングをするんでしょうか。合宿中、紅白戦が行われました。キャッチャーは小学6年生のカナと相手に投げ込んでいく。年の差5歳のバッテリー、そして小吉くんの投球練習。球速はすでに70キロを超えています。まずは先頭バッター、73キロのまっすぐ打っていってファール。そして続くボール、まっすぐをレフト前に運ばれる。レフトゴロを狙うもファースト取れずにセーフ。先頭バッター出塁を許しました。ランナーを背負った小吉くん、続くバッターもレフト前、これをレフト風花がセカンドにナイス送球。間一髪フォースアウト、ワンアウトランナー一塁とした小吉くん。バッターはまたもや高学年生、体格が違います。そんな中スローボールで緩急を使ってくる。スローボールの後は75キロ。そして3球目、74キロのまっすぐでファールボール。追い込んだ小吉くん、マウンドに立つ姿も堂々としております。そして勝負球、厳しいところ投げれるか。打ち上げました、ピッチャーフライ。小吉くん懸命に応募を取れず、ボールが点々とする。自身のミスでピンチ拡大してしまいました。しかしながら表情に出すことは全くありません。さらに続くバッター、この日最速の76キロ。しかしこれをライトに運ばれる。ライトオーバー長打コース、タイムリースリーベースヒットを浴びます。その後も小吉くん、レフトオーバー。クーニンズ西下に教わっているエイトメンバー、普段は100キロ以上のボールと対峙することもあり、最速76キロの小吉くん、甘くなると高学年には打たれる。人生で一番の逆境かもしれません。そんな中淡々と投げ込み、サードゴロ。小学4年生龍太がさばいて2アウト。最後はファーストゴロ。打たれはしたものの、小学1年生とは思えない落ち着いた投球でした。試合後は当合宿の責任者西下から、打たれた後のベースカバーなど
できていなかった基本的なプレーを指摘され、今後の改善へとつなげていました。ちょっと悔しそうです。この悔しさが次なる努力への糧となる。さらに気持ちを切り替えた小吉くんは、ボールボーイやってますね。ボールボーイなど試合運営のお手伝いを率先しておりました。さらに小吉くんのバッティングを見てみましょう。このスイング、ピッチャーは小学高学年。ここはピッチャーフライながら鋭いスイング。いいスイングだったね。小吉、バッティングとピッチングどっちが好き？バッティング。バッティング好きなんだ。バッティングめちゃめちゃセンスあります。マジですか？クーニンさんがあのクーニンズのジュニアの子供たちと戯れてる間に、小吉はあのフルスイング2球ファール打ってからのライト前普通に打ってました。マジですか？すごい。私きっちりリードできるんですよね。確かにすごいですよね。確かにリードめちゃめちゃちゃんとして全然振り負けしないんですよね。で初めてビヨンドで打つって言って重いとか言いながら取れたアイス。おお。アファボール。すごいね。えらいな。リード取って、打っても投げても走っても素晴らしいプレーを披露した小吉くん。そんな小吉くんが野球に興味を持ったのは3歳の頃。お兄ちゃんの影響で始め、ボールを投げ始めました。以来兄弟と欠かさず投げる練習、自主練習に明け暮れました。試合でもすぐに活躍し、打率は4割4分を記録。6歳になるとよりフォームはしなやかに。これが実際の登板映像。フィールディングもそつなくこなします。そのスピードボールでたくさんの三振を奪いました。そんな小吉くんの練習に毎日付き合ってきたお母さん。お母さんも野球未経験ですが、球を受けるうちにめちゃくちゃキャッチングが上手くなっている。普段から努力すれば何だってできる、そう教えているお母さん。お母さんは年齢的に全てがまだまだ理解できない小吉くんのために、いろんな人から聞いたアドバイスや指導風景を動画に撮り、アドバイスはメモをし、お母さんがまず理解してから言葉を選びながら本人に伝えるという作業をしています。平日は練習、そして土日の試合は発表会。日々の継続を大事にしているそうです。親子二人三脚で野球を楽しむ長吉くん一家でした。将来が楽しみです。仲間とあの場所めがけ、朝眠い目をこすって出かける。玄関出る前肩にかけてぐ、気持ちと道具詰め込んだエナメル。半端なし命かけた分、フォーシーズン服は汗だく。気持ちは負けたくないから駆け出す、あの土の上で輝く。